恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、やあ。まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。寄付のにした相手は数知れず、病院送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。断罪の処刑マシン、チョコボサル推薦、カッター&スイーパーの入場です。ロボット、シンナの機械兵器か。そんなのあり。さあ、100万ギルは一体誰の手に。さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ。コルネオ杯決勝戦、レイファイ。
頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリスチーム。ご愁傷様。ふん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だからおもしれんわ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。